皆さんこんにちは、ルピさんのお絵描きコーナーへようこそ。今日は一緒にお絵描きしましょう。私は似顔絵を描くことが好きです。こういうふうに。でも、子供の時初めて描いたのは実はじゃん、アニメでした。今日はアニメの簡単な描き方を紹介していきたいと思います。2つのキャラクターの描き方を紹介します。とまずは可愛い系のセーラームーンです。私は小学校の時によくセーラームーンを描きました。次は、アクション系のナルト。ナルトは私の一番好きなアニメです。今日の絵を描くために必要なものはまず紙と蛍光ペン、それから、黒いペンです。じゃあビデオを見ながら一緒に描きましょう。まず蛍光ペンを使ってアウトラインを描いていきます。顔の形を描いたら次は目を描いていきます。セーラームーンの目は結構大きいです。それから鼻と口も描きます。そして眉毛と、前髪を描きます。その次は、顎の形と耳を描きます。セーラームーンは顔が小さいですね。そして、髪を描きます。最後に首と、セーラー服を描きます。アウトラインを描いたら次は黒いペンで細かく描いていきます。こういうペンがなかったら普通のボールペンでもいいですよ。ここで目の、細かいところを描いていきます。2番目の目を描くとき、まずバランスをチェックして、それから描いていきます。こうやってアウトラインを元にして黒いペンで線を引きます。それから、細かいディテールを入れたらもっと綺麗にできます。
できたら最後に蛍光ペンで色を塗っていきます。次はナルトの描き方を紹介します。同じように蛍光ペンでアウトラインを描いていきます。そして黒いペンで線を引きます。ナルトのスタイルはセーラームーンのスタイルとちょっと違いますね。まず目はもっと小さくて、表情も違いますね。最後に影のところや、色が濃いところにこうやってたくさん線を引いて黒くします。皆さんどうでしたか？まずキャラクターを見て写してたくさん練習すればだんだん自分で描けるようになりますよ。頑張ってね。今日の絵を描いた人は写真を撮ってぜひシェアしてくださいね。ありがとう。さよなら。